ちょっと少しプライベートな話もでは、ここから伺っていってもいいですか。僕、ね、はい、がいいですけど、そちらは。はい、い,やいやいや、武田さんも話聞きたいですよ。<laughs> あの今回発表されたエンプラグとインスタントプリントはいずれもインスタグラムが活用されているんですけれども <laughs>、はいうん、泉さんもインスタおっってますよねいろいろなお写真アップされていて、はい、私も楽しく拝見しているんですけれどもごす,すごくかわいいお写真いっぱいじゃないですかこうインスタグラムできれいに撮るコツってあるんですか、はいうん、でででもも私はは割ととと撮る撮りたいいのをを大きめににっててあとは色を鮮やかすすることが多加加工して加工し はい、なるほどやっぱりこう見た目のインパクトそうですね見た目のインパクトとかあと写真を見てなんかちょっとでもハッピーになってもらえたらいいなって思って色もわりと暖色を強くしたりそういう加工をしてアップすすることが多いですなるほどそしてあの泉さんというとその抜群のプロポーションも話題になってますけれどもプロポーションを保つ何か秘訣ってあるんですかでも筋トレはよくしてます、はい もう本当にほぼ趣味なのでジムに行って重さを上げてちょっとはい大好きですね武田さんも筋トレしますか？2日にあの1回ちゃんとベンチプレースを今あの来週海に行くと思うんでやってますあ,<ー>あ見せるようですかやっぱり見せる筋肉ですか <laughs> そうですね昔のサッカー選手が海に行ってあ竹田さんお腹出たって言われるのはちょっと格好悪いと思うんでちゃんとやってますはい。 ななるほどそうなんですねあのやっぱりきちっとケアしないとですね自分の体をそうです、ね、夏なのでこれから運動をいっぱいして見せられる体にしたいいいと思いますはい、さあそして武田さん今回、佐賀市から一気に3つもの異なる新事業の発表がありまして佐賀式の勢いを感じていただけたかと思うんですが武田さんご自身7月になりました今年もあと半分。 この下半期何かチャレンジしてみたいことってありますかまあチャレンジはもう最初から変わらないんですけどやっぱり佐し機さんがねやっぱ新しいことチャレンジするんで僕は本当に監督はやりたいっていうのはすごいいつも思ってるんでん、まあ、サッカーの現場に行ってやりたいですし、まあ、本当に将棋のね藤井君も10代ですしサッカーの久保君も15歳ですし卓球とかもね張本君とか10代がいっぱい出てるんでやっぱそういった若い選手たちをやっぱそういう 選手として経験のある10代で僕も一応代表入ったんでそういう人たちをこう指導者としてしっかりとこう指導しているような監督っていうのは一つとあともう一つやっぱりね、えー、結婚とかねは<ー>、はい、陣内君も席入れましたけども、はい、僕も次はお前だって言われつつなかなかあれなんでそういう意味では本当に、あのー、しっかりとまずね賀敷さんで名刺を作ってそこからしっかり始めてですね <laughs> アピールしていきたいなと顔色の写真を作って。 いきたいなと思ってますけど。配るところから。そうですね。あのリスクを犯してチャレンジしないとなかなか成功しないと思うんで、はいまず作るところから、はいやりたいと思ってますけど。はい。石、はい、ん温かく見守って行きたいです,、ね、ですね。応援します。<laughs> そうですね。はい。はい、やっぱりあのリスクを負わない人生こそね、本当リスクなんで、うん、積極的に行きたいと思います。素敵です。その言葉が素敵です。あ,ありがとうございます。もう本当に。はい。さあそ,そして。 今日は七月三日、もうすぐ七夕ですよね。こう、はい、何か願い事を一つするとしたら、いかがでしょう。どんな願い事をしますか、泉さん。私今車の免許を取っている途中でして <laughs> <laughs>、そうなんですけど、もう本当にちょっと取れる自信がなくなってきてるので、ちょっと免許を取れますようにってお願いしたいです <laughs>。大丈夫だよ。しっかりと練習すればね。S G <う> S G カーブがすごく難しいです。あ、そう。はい。 ええ大丈夫？S 字が難しい。クランクは好きなんですよ。クランクは得意なんですけど S 字がどうも。しっかり練習して。アドバイスありますか？武田さんアドバイス。アドバイスはやっぱりこう何でも楽しみながら真剣にやるっていうね大事かな。もう練習嘘つかないから練習しかないんですよ。じゃ免許取ったら隣にぜひ一回始め乗ってくださいね。 <laughs> ええ今そんなこと言って大丈夫なの <laughs> 免許取ったら横に1回乗ってくださいねって初めて2つ目になりますよ絶対怖いと思うんですそれね結構ね女性の横乗るのすごい怖くて苦手で正直 <laughs> はいでもそこまで今言ったんでぜひ <laughs> 免許取ったら横に乗らせていう頑張りますぜひ初めての名刺交換の後は,は <い S 2> 初めての助手席の人ということで<は>い、はい 上がりました。ちょっとテンション上がりますね。<laughs> ねはい。大丈夫ですか。ビビってないですか。ビビってないです。はい。僕ビビってないです。七夕は何か願いするとしたら、えー。七夕はですね。もう健康ですね。もうやっぱ50代ですから、やっぱ毎日走ってますし、やっぱその睡眠も大事ですし。昨日は蒸し暑かって、なかなか寝れなくて、夜起きちゃったり。睡眠と食事と運動、この三つを大事にしながらですね。まあ、本当にあの健康かな。っていうのかな。 元気があれば何でもできるそんな感じですね。はい、やっぱり七夕はそうですね。はい、健康、家族みんなの健康ですね。はい、はい、家族みんなの、はい、いいですね。お二人の大きな願いも伺いました。さあ、そしてお話まだまだ伺いたいんですが、そろそろお時間となってしまいました。最後に本日ご紹介したこのソーシャルプリントクラウドについて一言ずつメッセージをいただきます。はい、まずは武田さんお願いします。 はいえー、今日はです、ね、お忙しい中、えー、佐賀式さんですねあの、新事業としてソーシャルプリントクラウドのイベントに、えー、来ていただきありがとうございました。 えー、本当に時代がねこうサッカーもそうですしいろんな流れていく中で佐賀式さんは本当70年以上の歴史があってその中でこう新しいことをチャレンジするそういう意味で本当スポーツ界もね先ほど言いましたけどどん,どん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 将棋の世界も新しい選手だったりサッカーも新しい久保選手が出てきたりどんどん時代が変わっていく中でしっかり自分もですね、時代性話題性継続性、えー、そしてオリジナリティを持ちながら、えー、自分もこう頑張ってですね えー、監督になりたいという目標は今でもありますので、しっかり目標を持って頑張りたいと思います、えー、そういう意味では本当にこれからも、佐賀市さんと一緒にいろんなチャレンジして、そしていろんな、えー、お客様とか、ファンのニーズに添えるように、はい頑張りたいと思います、今日もやっぱりしっかり勉強してきただけあって、こんだけ喋れたんで。はい やっぱり努力は大事ですね。はい、ありがとうございました。はい。さすがです。ありがとうございます。それでは泉さんお願いいたします。私は広報担当なので、ソーシャルプリントクラウドの魅力が少しでもたくさんの皆様に届くように一生懸命頑張りたいと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。ありがとうございました。本日のゲスト泉理香さんそして武田信弘さんでした。ありがとうございました。した拍手でお送りください。ありがとうございました。